ゲストの皆様こんばんは、小田健です。今宵も曇りなき眼たけしがお届けしようかなと思います。はい、安定的にこのリーゼントという名のパンで、皆さんをね威嚇して、なんか来たな、なんか後ろから来たぞ、なんだこの乗り物は。はい、威嚇していこうかなと思うんですが、パンの中からですね、はい、すごい混雑たけしなんだけどからです。今回はですね、とんでもなく怖いステージ、あ、ぶつかっちゃった。はい、気を取り直して、今回はとんでもなく怖いゲームをやっていこうかなと思います。では早速そちらに移っていきましょう。 Go! やあみんな、たけしを見ると超幸運が訪れるらしい。たけしに会えない方でも高評価、チャンネル登録するともしかしたら幸運が訪れるかもしれないぞ。こっちには隕石が訪れた。恐怖のマットサイエンティストだよ。はい、早速ステージに移ってですね、おっさんでお届けしております、小田健です。誰なんかヘッドホンみたいな髪型してますね、このおっさん。はい、今回はですね、ちょっとこんな感じでたけしではなくおっさんでお届けしようかなと思います。はい、全員おっさんっつってなんかアウトレイジの全員悪人みたいな感じで、全員おっさんって感じでお届けしております。はい、早速やっていきましょう。こんなに視聴者さんが集まってまいりました。はい、ありがとうございますね。はい、うん、なんか撃つな、なんかパカパカ撃つんじゃないよ、たけしに向かってね。はい、私はマグカップでいこうかなと思います。では行きましょう。さあ、ここ入っていくぞ。さあ、ここが受付みたいな感じなのかな。あ、なんか写真あるぞ。ん、なんかアヒルの前に科学者というか人というかおっさんというか、なんかおっさんがいますね。はい、写真はいいんですけど、あ、受付嬢かなこれ。あー、なるほど。はい、ちょっと何言ってるのかよくわかんないですね。はい、ここ開けていきましょうか。でですね、今回はどんな感じのゲームかっていうと、結構閲覧注意です。はい、結構ぶっ飛んでるんで、海外ではね結構人気になったステージになっております。はい、なんかここにあるいろんな液体があるじゃないですか。これを、なんかすげえのある、これトーマスの最後を迎えるような表情してますねなんかこれ大丈夫。はい、いろんな液体があるんで、これをなんか死刑執行人というか罪人たちに撃ってくみたいな感じなのかな。うん、悪い人たちを悪い科学者が実験するみたいな感じのぶっ飛んだダークウェブゲームですね。はい、とても恐ろしい、世にも恐ろしいゲームとなっておりますので、皆さん閲覧注意でお願いします。結構ぶっ飛んでおります。はい、なんか人にこの辺の液体をね、この注射とかで撃つのかな。はい、あ、反映されましたね、一番右のやつ。じゃあちょっと撃っていきましょう。こっち側に実験室が、マイ実験室があるんですよ。はい、でここ入って、なんか銃もあんぞ、あとで見ていくか。自分の実験室、今ねサーバーにいる人たちの名前がここに記載されてます。あった、やった、一番手前ですごい行きやすいですね。はい、あの液体を取りに行くのね、すごい大変なんですよ。はい、まずここを開けてですね、さっきから気になってるんだけど、何この時期外れのセミタケシ、大丈夫。はい、ここをですね開けると、こうやってボタンが出てくるんで、はい、ニューヒューマンつって、うん、なんか悪い人というか、あ、誰か撃ったぞ。僕の前に液体を注入した人がいますね。勝手に侵入すんじゃないよ、助けてじゃないお前が入ったんだろ、ほら出ておいで、どんどん入ってっちゃうから、ここ開けたらねえ。バイオハザードもだからあんな感じで門を軍隊たちが閉鎖しちゃうんだよ、ね、どんどん入っちゃった。はい、じゃあちょっとどんどん入れちゃいましょう。ほらみんなお入り。なんか撃たれた、液体撃たれた子さ、すごいピンクの光放ってない、なんだこれ。いろんなこういう症状が見れるんですよ。はい撃った本人がめっちゃ戸惑ってんじゃん。おーい、っつってじゃあちょっと出してあげましょう。はい、とんでもない方法で出してあげます。はい、じゃあちょっとリスポーンっていうね、最強のシステムがねゲームには搭載されてるんで、これかな、うん、はい、これでちょっと全員お眠りについてもらいましょう淡々と言ってるけど、これ結構怖いゲームだからな。はい、よし、じゃあちょっと全員眠ってもらいましたかね。うん、はい、トランスフォームしてますね全員散りました、このおっさんたちの手によって。はい、私小田健というこのネームプレートがあるんでね。でこんな感じでニューヒューマンを出して、こうやって起き上がらせて、いろんなね変化を見ていくっていう、世にも恐ろしいゲームになっております。はい、ちょっとやっていきましょう。ちょっとあの人はね悪い人っていう感じで思ってないとね、やってらんない、消えたな本日の、はいってやってるやつになんか消えさせられた気がするな今。皆さん一応言っときますよ、これはゲームなんで、そしてたけしなんで、ご了承ください。この悪人による悪人たちに対する実験もお許しください。さて次はどの液体がいいか、
これやってみましょうか。はい、全部はね今回できるかどうかわかんないんですが、ちょ気になるやつだけピックアップしていきましょう。はい、自分の研究施設が近くてよかったよね本当に。はい、じゃあちょっとこれから視聴者さんたちの実験室も見ていきましょうか。はい、何言ってんだこれ、恐ろしいですね。うん、じゃあ頭飲んな声から。あ、待って、ブルーの煙出した。うん、ね、上乗んないで煙やめてくんない。すごい青い光だ、かっこいいね。なんだこれ、組み合わせ次第でいろんな効果が出てくんのかな。こっちか、誰もいない、こっち、うわ、左手がサノス。でもやっぱなんかゾンビ化しちゃうんだね基本的に。トーマス、え、なんで なんでこれ急に列車になってんじゃん、どういうこと。ここ開かないよねもちろん。はい、謎ですね。こっち側も空。あ、トーマス、そんなトーマスってなりやすいの、どうなんでしょう。あ、遊んでますね。なんだそれ、スナック菓子みたいになっちゃってんじゃん。罪人がスナック菓子になってますね。なんか SCP でいうあれですかね、 D 職員みたいな、そんな感じなのかな。でここ2階もあるんで、あ、さっきの一緒ですね。はい、なんでなんかおまわりたんがいいんじゃん、ピンクのおまわりたんつって、はい、ただのなんか変質者じゃん。でちょっと上側も見ていきましょうか。一応僕ね、パスを購入してるんで、この高速移動ができるんですよ。故に落ちますすごい落ちるスピードが。はい、ちょ他を見ていきましょう。みんな実験してねえな、そりゃそうか、小田健の部屋にめっちゃ集まってたんだからな。はい、この人も撃たれてますね。さあ、あ、びっくりした振り向きざまのツインテールおっさん怖いな。はい、こっち側、この青いシート何、これもな、あ、なるほど、ワープするのね。はいはい、ちょっとワープしても今は意味ないんで、はい、ちゃんとね、この液体も僕持ってます、液体も持ってるんで、さあ戻ってまいりました。先ほどの方はどうなってんだ、変わってないね。こっち側は、はい、違いますね。うわ、なんか巨大化してんじゃん、すごい。あん、撃たれる側アン、いいのそれで、大丈夫。あ、引っ張り上げてますね。なるほど、でかすぎて足が埋もれちゃってるんだ。あー、すごいすごいすごい、動脈狙って撃ってるよあの人、すげえな、でかいな。これ以上変化しないのかな。じゃあちょっとこっち側も行きましょうか。はい、なんかやかましくなってきましたね。さあ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 、いろんな恐ろしいダークウェブな恐怖な実験が行われてますが、あ、この巨大な実験室に入れましたね。ちょっとここで私のこの物質も入れていこうかなと思います。腕とかの方がいいかな、せーの、はい、あれこれ反映されてないのか。はい、当たってないね、ダメですね。これなんか煙出されたぞ、大丈夫。あ、散っちゃった、ちょっとどこで散ってんの、青いマットの上で散るんじゃないよ。次はこの赤い液体にしましょう。さあ行こうか。これ一瞬でワープできんじゃない、あ、できますね。はい、あ、先ほどの巨人もいなくなってるわ。はい、どんどん出してますね。トーマスどうやってつくんだろう。はい、ちょっと見学終わったんで、あ、待って、黒い煙出してる、これなんだ、お、すげえ、また新しいの見れた。ちょっと自分でも新たなものを見たいんで、はい、さあさあ、ずいぶんついたぞ。お、待って、ピザだ、ピザ、なんだこれ、ピザがつきまとう液体なのかな、しんど、ずっとチーズとペパロニの匂いすんじゃん。さあ、なんか外国人の方来たどちら様、ここは私の研究所ですよ。はい、じゃあこれ打ちかましましょうか。あれ、よかった日本語喋れて、はい、視聴者さんですかね。さあ、新たな先ほどの赤い液体をこの方にぶち込んでいきましょう。お、どんな、あれ、ギリギリ当たんない、お、当たった。さあこれはどうなんだ。さあちょっとコーヒーでも飲んで、はい、本当にコーヒーなのかよく分かりませんが、ええ、動き出した、なになになに、すごい、はっ、体中が赤くなってる、怖い怖い、あー倒れちまった。だから踊んな、なんで踊ってんの君は。これ触れたらどうなんの、あ、なんもなんないね。よし、じゃあちょっと出るか、出れるかな、出れない。さあ視聴者さんたちがどんどん参加してくれて、悪い罪人にぶちかましておりますね。さあこれはどうなるんだ、
いろんな液体があの方にぶち込まれましたが、どうなっていくんだろう。ただ打ちすぎてもやつにも体力があるんで、あー緑色になった。あ、完全なるゾンビ化だ。すげえ怖えよこれ。なんだこのダークウェブゲーム。やっててちょっとゾワゾワすんな。怖っ。何これ、好奇心ゆえの残酷さというか、皆さん恐ろしいですね。ゲッタンしてた今。ゾンビがゲッタンしてたぞ。さてお次のこの黄色いのはどうなるんだろう。はい、さっさっさっさ変化を見ましょうか。一緒にいると危険なことがあるんですが、向こうの科学者もね、危険人物なんで、まあいいでしょう。はい、ここにいてください。どうなるんだ。怖いですねこのムーブ感。あー、また動いた。なんだなんだなんだ。時々さ、なんか暴れ馬になりますよね。はい、どうなっていくんだ。今までとは違うような雰囲気ですね。なんだなんだ、突っ立ったぞ。変わるかな。誰か入ってた。嘘、いないはずだったのに。誰もいなかったよな。お化け、ちょっと誰か一人入れましょう。ほら、おいで。お、二人入ってきたね。お、ちゃんと液体持ってる。よし、ナイスだ。さあ、やっぱこれはあれですね、いくつか合わせないと新たなものが見れないのかもしれない。はい、なんかでけえのいんぞ。なんだあれ、青の巨神兵がいる。倒れちゃった。何も変わらないですね。ちょっと何も変わらないんで、あっち見に行きましょうか。おっさん、何これ。トーマスが胴体に合体しちゃってんじゃん。怖っ。何それ、すんげえぞこれ。なんで光ってんの。サイヤ人化しちゃったのこれ。触れたらどうなんだろう。なんもなんないね。え、どうやってここに召喚したんだろう。さ、あ、待って、さっきのがさ、なんか混ぜ合わさって僕のところもトーマス化しちゃいましたね。すげえ、めっちゃカクカクしてんじゃんこのトーマス。え、これもう打てないよね。なるほど、トーマスが付きまとってるみたいな感じになってんだ。さっきのピザ版というかさ、ピザがトーマスになったんでしょうね。なるほど、もうできないよね。あ、一応できましたね。誰かに撃った俺。視聴者さんの誰かに撃たなかった。大丈夫。はい、ちょ、本体がいますねここに。タイミングよく撃てるかな。はいはい、あ、もう撃てないようになってんのかな。はいぽいな、撃てなさそう。あ、燃えた燃えた。え、なんで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 、怖っ。消えましたね。なんかまた別の効果発揮したのかな。いくつか注射が刺さってたんで、多分そうでしょうね。さあ出ましょう。なんだこのクリーチャーは。とんでもない怪物が現れましたね。なんか心臓部分からトーマスが出てるというか。恐ろしいな。他にもなんかとんでもない実験結果を収めた方いらっしゃいます。ここもすごいな。なんか初期キャラと巨大な腕がありますね。どういうこと。初期キャラとさ、あの罪人がこう混ざってるみたいな。こっち側、はい、空打ちしてますね。さあ先ほど打てなかった青いやつをここに。こう打つ場所によってまた効果変わったりすんのかな。どうなんだろう。え、こやつ喋るぞ。え、なんかめっちゃ喋るようになった。ブラ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 、分かったけど。なんで入るんだよさっきから。さっきツインテールおっさんが入ったと思ったら、今回アフロおっさんが入ってきたね。いいよ大丈夫だよ。はい、どんどん入っておいで。何してんの君。君は何してんだ。逆上がりしてたのかな。よし、じゃあみんな入れました。みんな入れてたら、なんかさっきのブラー散ったな。さっきのブラーがトーマスになったなと思ったら散ったな。恐怖のマットサイエンティスト小田健でございます。やっていきましょう。これなんか本当に科学者っぽいよね。さあこっち側かな。次は何の液体がいいかしら。はい、ようやく来ましたよこれ、トーマスの液体。これいこうか。はい、ではでは、どんな効果があるのか見てきましょう。さてお次、トーマスの液体どうなるんでしょうか。体に注入しましたね。もう直でいきました。はい、ここに刺さっております。どうなるんだ。他ではどんな実験が行われているのか、ちょっと覗けるかな。まあそんな変わりないですね。先ほどの巨人すごかったね。トーマス、これか。なるほど、
このトーマスの液体は一つで変化が見れるんですね。さてトーマスの次は、あ、これさっき見たな、視聴者さんが実験してたやつですね。ちょっと待って、これ気になる。このシゲル液を使いたいですね、僕。はい、これは、おー、真っ黒だ。いいですね、炭みたいで。よし、じゃあちょっと歌う便乗炭いきます。さあ次、シゲル液を注入していこうかなと思います。はい、どうだ、どうなる、どうなるかな。あ、なるほど、これで闇化するんだ。すごい、黒ひげの能力手にしてんじゃん。ぜはははできるのんな。グランドラインに島流しにされたいか。視聴者さんが何か打ち込みましたね。黄色い液体だ。次は何だ。なんか黄色い液体もさ、いろいろありましたからね、色だけに。はい、寒、寒、びっくりした今。寒、なんだ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 、何が起きたの。今一瞬さ、黄色い顔が見えましたね。そういう液体なのかな。あ、これは多分さっきやった初期キャラと巨大な上の実験室の液体だね。はい、でこの右側の黒いやつは、はい、これはまたこういう表情になるみたいな感じなのかな。あ、さっきのさ黄色い顔、これだ、オフや。じゃあちょっとこの紫色のやつとかにします。はい、で YouTuber ってどういうこと。今この紫色のやつにしたんだけど、次 YouTuber やってみようか。はい、せっかくなんでね、もうこの2つもやっちゃいましょう。はい、じゃあちょっとまた出て、これなんだったっけ。はい、あ、ダメですね、これはもう販売されてないってことか。さっき調べようと思ってた銃ですね。はい、ではでは、一人なんか踊っておりますが、召喚していきましょう。ニューヒューマン、いでよ。さてお次は紫色の液体いきます。はい、なんかナイフみたいなマークが浮き出てたんで、それ系統なのかな、どうなんだろう。はい、あ、君になるのね。さあお次、この YouTuber っていう液体いきましょうか。どうなるんだ。さていきます。この方が YouTuber になると、さあどうだ。YouTuber 注射どうなるの。だからまた入ってきたな、なんか3人目だぞお前は。すごいな、はい、あー、これはこれは海外の有名なロブロックスプレイヤーですね。ちょっと待って、みんな、この部屋おかしいぞ、何が起きたの。やば、さっきのさオフもこんな感じで弾けたのかな。さあオレンジ色の液体ゴー、うん、さあ内太ももにさせる。あ、燃えた、うん、そしてなんか来た。なるほど、あれは発火作用があるんだ。じゃあ最後これですね。なんかめっちゃチラチラとポッピングシャワーのようにチラついておりますが、これはどうなんだ。待って、すげえことになってんじゃん。あ、顔面サノス、左腕と顔面サノス。さあ行くぞ、寝不足ですよ。はい、皆さん無理はしないでくださいね。いつも無理はしないでって言ってね。なんで2人いんの、誰も入ってなかったはずなのに。知り合い、この在任被験者と知り合いだったの君は。ジャックじゃないよ、確かジャックだけども。はい、はい、撃ちましたね、知り合いが。僕あのまだあるんで行きたい。ジャックっつってなんか名残惜しそうに言ってたけど、躊躇なく撃ちましたね。はい、これどうなる、この緑色は。先ほど僕見たやつかな。まあじゃあいいや、ちょっと混合でいきましょう。あー、なるほど、これはオーラのポッピングシャワーだったんだね。ちなみにこちらのなんかフラスコは取れるんですかね。カニ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 、めっちゃ出てきた。何これ、大丈夫。この子急にカニカニ言い出したんだけど、怖っ。ひょっとしてカニタケシ、ひょっとしてカニタケシかと思ったらカニタケシ。久々だな、南極物語以来じゃないか。いや懐かしいね、アフロタケシです。何でもありじゃん、もうバナナタケシ、バナナタケシ、バナナタケシもいたんだ。なるほど、これ全員ねおっさんなんで。髪型だけなぜか少女なんだよな。はい、あ、取れるわ、ピザとか書いてある。はい、ビッグヘッド、なるほど、ちょっとこれ気になりますね。あれ、大人情報でしたね。なるほど、じゃあこのプレミアムのやつを視聴者さんが打ってくれたんだね。ありがとう、代わりに打ってくれて。一通り見れたんじゃないですかね、この効果というか効能というか、うん、なんか温泉の説明みたいになっちゃった。ということで今回とんでもない邪悪なダークウェブ科学者たちが荒ぶっておりましたが、こちらのゲームいかがだったでしょうか。とんでもなく恐ろしい研究所だと思った方、高評価チャンネル登録お願いします。いや恐ろしかったね。閲覧注意言っといてよかったわ。はい、一応液体液体言っておりますが、皆さん
察するよな。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。